皆さんこんにちは。ラムーの外のパクパクのたこ焼き味の焼きそばがラムー店内に売られていたよ。ラムーのオリジナルブランドディープライスとあのペヤングのコラボ商品みたい。蓋を定位置まで開けて小袋を3つ取り出します。謎のたこ焼き風具材は先に入れておきます。熱々のお湯入ります。固めがいいので2分待ちます。2分経ったよ。お湯を捨てます。蓋を全部剥がしてたこ焼きオープン。あ、パクパクたこ焼き特製ソース投入。混ぜ混ぜ混じえ混じえ完成。不思議具材食べてみようを。パクよくわかりません。おいしい。最後の袋を入れましょうを。マヨビーム。とてもかっこよくかけれたね。バラ、おいしい。パクパクたこ焼きもいただきます。パク、おいしい。楽しくおいしく、ごちそうさまでした。